治一郎、治一郎のさの周りが好きなの私。治一郎の外が美味しいよね。ねえ、善光寺カロリーって何？ねえ、治一郎美味しい、マジで。バームクーヘン、メイがね、治一郎のバームクーヘンを差し入れしてくれて美味しい。炭酸の飲み物飲みません。ほうじ茶飲んでます。これほうじ茶なんでゼロカロリーですから。かりんとうまんじゅう美味しいよね。かりんとうまんじゅうも丸いからゼロカロリーだし、庄司芽衣が差し入れしてる時点でゼロカロリー。確かに、だってあんなカリッカリの子が差し入れしてるんだから、もうそれはゼロカロリーだわ。芽衣なんてもう足こんなんだから、そりゃゼロカロリーだわ。あ、そろそろニュースゼロも始まるので、ゼロカロリー、そう、ゼロカロリー、世の中ゼロカロリーの食べ物で溢れているわ。あれ、今日何食べた？今日は唐揚げを1個食べて、あ、苦手。あ、え、いや、あ、でもね、ポトフ食べた。お母さんがポトフ作ってくれて、ポトフなんて野菜だからゼロカロリーでしょ。あとは、あとはポトフと、あ、お米にご飯に食べる醤油ってがあって、どこで親が手に入れたのかわかんないんだけど、食べるラー油ならぬ食べる醤油ってものが今売られてて、どこで買ったのわかんない。それがめっちゃ美味しいんですよ。でも食べる醤油も、まあ醤油って大豆じゃん。大豆って野菜だからゼロじゃん。そう麹の力でゼロカロリー、本当にそう。やばい、世の中の食べ物って全部ゼロカロリーだな今思えば。食べない醤油食べる醤油美味しいですよ。ラーメンはえっと塩、豚骨、醤油、味噌、あ、ゼロですね、ゼロですわ。だって豚骨だってね、豚はよく歩き回ってるからゼロカロリーだし、醤油も味噌も大豆だからゼロカロリーだし、ラーメンゼロだわ。そう、麺がもうこんな細いんだから、そんなカロリーあるわけないしね。ふわ、待って、世の中の食べ物って全部ゼロカロリー。カレーとかはやっぱもう辛いから、食べるだけで燃焼されちゃうからマイナスだよ、むしろ。もうやばい、逆にカロリーがある食べ物の方が知りたい。カレーなんて痩せちゃうよ、飲み物だし。シチューなんてもう色ついてないんだからゼロカロリーでしょ。白いんだもん、色がついてないんだからカロリーもついてるわけないじゃん。ヘギそば、そばなんて痩せちゃうよ、明らか健康的な。マック丸いんだからゼロですよ。マックなんて痩せちゃう。だってマックって並ぶじゃないですか、大体スッカスカなマックってあんまりないじゃん、やっぱこの時期ね、この新作とか出る時期、並んでるだけでやっぱりカロリー消費してるのに、丸いんだからゼロカロリーに決まってるわ。丸いのはゼロだから、ゼロ。あ、モバイルオーダーだとちょっとでもカロリーあるかもしれないけど、でもゼロです、丸いんで。あ、抹茶クリームフラペチーノ、でも抹茶だから、お茶だからゼロです。タレカツ丼はもう上がっちゃってるから、カラッとカロリーが油と一緒に上がっちゃってるから、ないです。
いやフレンチトーストはでもフレンチトーストも色がついてないから大丈夫です。フレンチトーストが色がついちゃってたらカロリーついてるけど、基本色ついてないからゼロです。モスは丸いから大丈夫だから、丸いのはエクレアは丸くないけど、まあでもエクレアなんで空気みたいなものですから、空気とクリームだからもう溶けてるからゼロ。もう疲れた、やめよう。もう私今日ね、本当はちょっとしか配信しない予定でいたけど、楽しくてめっちゃ喋っちゃった。本当は40分ぐらい配信してすぐお風呂入って、もう明日も早くから稽古があるから練習しなきゃって思ってて、本当にショールームしてると楽しくて喋っちゃう。まあ明日は稽古終わったらスタッフさんと打ち合わせがあるので、その時に一部だけ申し込んで、それであぶれて外れてしまうことがありえるのかどうかを聞きます、問い詰めてきますね。まあファンクラブの東京公演、あ新潟のイベントの話ね。まあ正直いや難しいな難しいな、いやその前私も一度新潟でイベントやったことがあって、てか2回かあって、まあ本当にね、まあそういう今までやったことがあるっていうその経験プラス、今回三部制にしているっていう経験プラス、まあもろもろ考えて、正直一部だけ申し込んで外れてしまうっていう可能性は正直もうはちゃめちゃに低いんですよ正直はちゃめちゃに低いですね。まずないんですよ本当の、まあリアルなこと言うと。だからそう、これはもうマジな話、シンプルに。ただなんだろう、例えばファンの方が、私のファンクラブ入ってくれてる方が、はいもうせーの、みんなでお手手つないでせーの2部申し込みとかだったら、そうもうみんながみんな打ち合わせをしてせーの2部申し込んだよってやったら、でもそんなことってまずないじゃないですか正直。そうだから私はそこをあんまり深く考えてなかったっていうのが事実なんだけど、でもまあ確かにもし外れてしまったらっていう不安がある方がいらっしゃるのも、まあ気持ちはわかるから、ちょっとまあその辺に対してはうん、みんなで打ち合わせしたら分散するでしょきっとその3部というか、多分もうそもそもの話、多分ファンクラブ入ってくれてる方はもちろん1部しか申し込めない、2部しか1部しか申し込めないって方いらっしゃると思うんだけど、多分複数部希望されること方がきっと多いと思うっていう可能性と、みんながせーの、みんながグルになってせーのとかでやったら別だけど、まあ正直そう、その可能性は本当にね、正直めちゃめちゃに低いんですけど、確かにねそれでねモヤモヤしてる、モヤモヤしちゃう方、不安に思う方がいらっしゃるのであれば、まあ確かにちょっとそれは対応すべき話だと思うのでスタッフさんに聞きます。ただまあもちろんこちらで対応はするんですけど、スタッフさんに確認はしてみるんですけど、正直可能性としては本当にもう本当にわずかです、正直本当に。そうみんながせーの絶対2部せーのとか
かやったら別だけど、しかもみんなが2部しか申し込めない、みんなが2部しか申し込まないせーのとかでやったらだけど、それってすっごい確率が低いことなんですよね、シンプルに。だからみんながみんなもうどうして一部しか空いてないんですとか言う、そたまたま2部にしてるだけなんですけれども、私のファンクラブのみんながもうみんな2部しか空いてないんですってなったらだけど、多分ねそんなことないじゃないですかでもあれだよね、まあちょっと確認します。でもまあ正直もしそこで不安に思ってるファンの方がいらっしゃるんだったら、もうその可能性ははちゃめちゃに低いですってことをまずお伝えします。そうはちゃめちゃに低い、もうほんとはちゃめちゃです。ただ確かにゼロではないかと言われたらゼロではないので、スタッフさんに確認してあの今後の対応を考えます。ただ本当にはちゃめちゃに低いですっていうことだけ。ただもうこれからまたこれを話は一度こっちで回収するんですけどね、スタッフさんに。ただそう本当あの大丈夫ですでもそうゼロ何が起きるか分かんないからね、そう確認します。ただ本当にはちゃめちゃに本当にそんなことそう心配しなくていいよって私は伝えたいそうファンの方がもうめちゃめちゃ仲良い、みんなが仲良しでみんなが2部しか空いてない、もう1部と3部の時間はファンのみんなでどっか出かけるんだ、僕たちは2部しか空いてないんだってみんなが言うのであれば確かに可能性はあるけど、そんなことないじゃないですかもう僕たち2部しか空いてないんですっていう、みんながそうだったらだけど、まあまあ確認します。ということで明日は稽古なんですけれども、明日は稽古でその後スタッフさんと会うので、スタッフさんにいろいろ確認をして、まだ正直申し込みまで結構時間があるのでちょっとまあもううららでもう稽古場でもう嫌でもスタッフさんとは一緒に会うので嫌じゃないですよ、もう嫌でも会うので、話す時間はもう無限にあるので話し合ってきます。いや嫌じゃないです、スタッフさんと会う時間嫌でもあるのでしょうね、稽古で会うので。というわけで明日は稽古で、ちょっと明日ね稽古かなり長いのでちょっと予習してから寝ます。おいやスタッフさんと会うの、いやそんなことないですよ、そんなことない。13位お茶トーマンさんありがとうございます。12位ひささんありがとうございます。10位 D 山さんありがとうございます。9位あきひろさんありがとうございます。8位マッスルさんありがとうございます。7位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。6位つとむあとぴよさんありがとうございます。5位こうせいさんありがとうございます。4位ゆうたさんありがとうございます。3位せってんがーさんありがとうございます。2位ゆうきあと NGT 推しさんありがとうございます。1位あといちくんさんありがとうございます。手の中で配信ありがとうございました。皆様私の明日の稽古の応援してくださいありがとうございました。またね。